スの印象ジーギマンタス、カリブタイティスは、ゲディミナス家出身の大で、フス戦争で最も知られたフス派の軍司令官かつ、ボヘミア及び、プラ派を統治した人物である。父は、ノーホロトシーベルシクイーの領主カリブタス。母は、リャザンコオレーグの娘であるアナスタシア。ポーランド国王ブ・ワディスワフ2世の甥いにあたる。ジーギマンタスはおそらくは、ノーフロドシーベルシクイーにて、 リトアニア大公アルギルダスの息子であるカリブタスと非アナスタシアの息子として誕生し、1404年以降はおじのポーランド国王ブ・ワディスワフ2世がいるクラクフの宮廷にて対等するようになった。ジーギマンタス・カリブタイティスはポーランド王位継承者として期待されているとの噂が立った。青年期には1410年のグルンバルトの戦いで、 ポーランド王官僚の軍の連帯を指揮している。姉のエレナは、ボヘミア貴族の重鎮であるオパバ公、ヤン二世と結婚していた。リトアニアの旗をはためかせるジーギーマンタス・カリブタイティスと、その軍勢。十オジのリトアニア大公ビータウタスによって、ボヘミアの摂政として派遣されたジーギーマンタス、カリブタイティスは1422年に、ボヘミアにおける軍の指揮を委託された。 神聖ローマ皇帝ジミスムントの軍隊は、交戦を避けて、ハンガリーに交代。g ーマンタスカリブタイティスは5月16日に、プラハに到着し、そこでフスハ内部の構想時における現地のフスハの指揮官となり、ボヘミアの統治者として擁立された。ところが、ローマ教皇マルティノス5世は、ピータウタスとブワディスワフ2世に対して、g ーマンタスカリブタイティスを解任する、要主張。 1423年12月24日に、ブワディスワフニセイトジギスムントの合意の結果、ジーギーマンタスカリブタイティスとその軍勢は、プラハを去った。しかしながら、ジーギーマンタスカリブタイティスは、ボヘミア大位提供を拒絶することができず、翌1424年6月29日2500人の強兵を率いて再びプラハに来たが、この時は、 ブワディスワフ2世とビータウタスの承認を得ていなかった。両人とも主要な目的はメルノの条約の遂行で達成しており、これ以上のジギスムントとの争いは望ましいものではなかったのである。それゆえに、ブワディスワフ2世はジーギーマンタスカリブタイティスの領地を没収し、ローマ教皇の施設は破門した。一方、プラハの統治者としてのジーギーマンタスカリブタイティスは、 町の議会を解散させて新たな議会を招集させて、ジギスムントに対するモラビア遠征の成功を可能にすることで、ヤンジシカとフスハオンケン派のウトラキスとの対立に終止符を打つのに成功した。ジシュカ没後は1426年6月16日のウースチーなどラベムの戦いの勝利を指揮することで、最良の指揮官となった。ジギマンタスカリブタイティスが数ヶ月監修人として、 過ごしたバルドシュタイン城ジーギーマンタス・カリブタイティスは、カトリック・トフス派を和解させるために、ジギスムントとの交渉を開始したが、その政治上の経歴は急進派のターボル派が、プラ派の主導権を握った1427年に、終わり、ジーギーマンタス・カリブタイティスは、反乱を企てたとして、バルドシュタイン城に遊兵された。1428年に解放された後には、 ターボル派のシレジア遠征に加わっている。決定的な損失となったリパニーの戦いは、リトアニアへの帰還を余儀なくされた。GE マンタスカリブタイティスは1435年11月1日のパバイスカスの戦いでおじシュビトリガエラ側に立って、指揮を取った。その軍勢は、GE マンタスケイストタイティスによって徹底的に、打ちのめされた。 ジーギーマンタスカリブタイティスは戦闘中に負傷していたが、死ぬまで戦った。ヤンドゥゴシュによればその死因は深刻な感染症である。ありがとうございます。